現場となったチリ理山に小事件は、朝鮮戦争中の1951年2月9日から2月11日にかけて、大韓民国継承南道拠、マサ軍にある、チリヤまで、韓国軍が、共産主義パルチザンを殲滅するための県壁、与の作戦として、民間人719人を虐殺した事件。今、サヨシミン虐殺事件とも呼ばれている。 また2月7日に、慶尚南道三聖軍、関陽軍で引き起こされた三聖、関陽虐殺事件と一くくりにして、今さ、三聖、関陽虐殺事件としても知られている。韓国陸軍第11師団長の斉徳ト心は中華、民国陸軍軍艦学校出身で、第二次大戦時には、中国国民党軍を率いて、共産ゲリラ討伐戦術で、 剣壁、清野作戦を実施した。蔡徳信は、第二次大戦後帰国し、朝鮮戦争では、韓国陸軍第11師団長として、共産主義ゲリラ討伐のために、剣壁、清野作戦を実施した。この剣壁、清野作戦は、必ず確保すべき、戦略拠点は壁を築くように、堅固に確保し、やむを得ず放棄する地域は、 人員と物資を清掃し、敵が止まることができないよう野原にするという内容であった。1951年2月2日、第11師団第9連隊長のごます喜びは、三世寛陽衣装など、チリさんの南東部の共産主義ゲリラを相当するために、剣壁、清野作戦を各部隊に通達した。2月7日に、第三大隊は、三成軍混成面。 羽賀や理科村に進撃し、家屋を焼き払った。金目の物のを集めた後、村の住民123人を警告に突き落としたり、四列大隊に並ばせて、銃撃を加えた。さらに、約2キロ離れた、カオルタニ村の住民212名にも銃撃を加え、13時半に、続けて、関陽軍休暇わずらむの襟で60名を虐殺した。さらに家計座と、 ジエリと関与軍流林面の清州座と、ダニ佐と、池谷村で公演を開催するという口実で、住民を清州座とトンチョンされ基地に集めて16時半ごろ、軍警察の家族以外の住民310名を虐殺した。2月7日の賛成議を虐殺事件の犠牲は12の村々の住民計705名に上った。 1998年に確認された犠牲者数は、女性197名、男性189名、子供147名の、計386名。三世、関陽での県碧、清野作戦に続いて2月9日から2月11日に、かけて、韓国継承南道拠、マサ軍にある、チリアまで、蔡イサオ新主団長指揮下の韓国陸軍第11。 師団第9連隊第3大隊は、ますます喜び連隊長の指揮により、イ、将軍から一人残らず京ヒパルチ山を殲滅するためとして、住民719人を虐殺した。韓国軍は、韓国警察の家族までも除外することなく虐殺した。イ、将出身の議員新江厚氏が1951年3月29日の、 国会で事件を追及し、政府は調査団を派遣した。しかし、調査団が到着する、数日前から、国防長官の指示によって、事件現場は出入禁止となり、子供の死体が別の場所に埋葬される隠蔽工作が行われた。また、共産主義ゲリラに仮装した韓国軍病が、国会調査団に銃撃を加えて、調査を阻止した。4月24日、 李正万大統領は、い、正事件の犠牲者は187名で、彼らは共産主義ゲリラを手助けしたもので、神ン諸島学校に設置された、高等軍法会議では、全員が有罪と判決され死刑が宣告されたという談話を発表した。しかし6月からい、正事件の捜査が再開され、7月27日、テグ高等軍法会議において裁判が始まった。 1951年12月16日、裁判所は、第9連隊長のごます喜び、中両に、無期懲役、第3大隊長の半春尺少両に、懲役10年、軽症南道地区改元民事部長の金総元に、懲役3年、情報症候李正大少尉に無罪を言い渡した。李正番大統領、しかし李正番大統領は直ちに、 御社を出して釈放するとともに、ハン・ハルシャク少佐を警察幹部に抜擢した。金総玄は、翌年3月に、ゴマス喜びは9月に、ハン・ハルシャクは1年6ヶ月後に釈放され、金総玄は、警察幹部に、ゴマス喜びと、ハン・ハルシャクは軍に復職し、事件当時の指揮官であった、李大統領、第11師団長、蔡徳信 当時の国防長官のサルセイカタギは事件の責任を問われなかった。この事件や国民防衛軍事件などによって李正万大統領への反感が高まり、韓国陸軍本部からはアメリカへのクーデター、計画打診が行われた。事件犠牲者の総数は719人。性別では男性331人、女性392人。 子供の犠牲者は359人から385人までの説がある。大人は294人、60歳以上の高齢者は66人。1996年1月に、小事件等の関係者の名誉回復のための特別、措置法が制定された。2001年、イ、小事件の遺族は、韓国政府を相手として、訴訟を起こし、 裁判所は一審では、韓国政府は遺族に40万ウォンずつ支払うように、原告一部勝訴の判決を下したが、2008年6月5日、韓国最高裁判所は、国家賠償の責任はないとの判決を下し事件を、めぐる訴訟は終結した。2004年4月に事件を追悼して、15万平方メートルの広さの敷地に、小事件追悼公園が施行。 2010年6月に、韓国政府機関真実和解のための過去し、整理委員会の安城委調査官が、韓国政府の命令によって虐殺が行われたことを、ホームページ上で公開すると、9月9日に、委員会は、安調査官を解任した。安調査官によると、韓国軍第11師団が出した、作戦命令5号付録に、敵の支配下にある者は全員銃殺せよと、 明記されており、住民への虐殺命令が明白としている。また、李昌番時代に現地調査を行った特務隊が死亡者数の縮小、乳児遺体域性的暴行、財産略奪を隠蔽していたことも明らかにされた。委員会は内部文書として非公開を条件に国防部から関連資料を受領したと述べている。2010年10月15日、 安庁左官は、当該文書は秘密文書ではなく2009年に大統領と国会に報告された文書であるとして、解任取り消しを求めた。継承大学校教授理商校は、この事件は、ジェノサイド、人道に対する罪に該当する戦争犯罪であると、する。ありがとうございます。